はいどうも、今回は広島県広島市にやってきました。まあ広島といえばお好みね、焼きもう流星とかも有名なんですけども、そこにある家系ラーメンのお店、こちらです。じゃあ家系ラーメン麺屋台横綱屋行きましょう。今回発売店この通常ラーメン、ライスをかけていただきましょう。すいません、お願いします。
はい、というわけでいただいてきました、横綱屋さんの、ラーメン、そしてライスなんですが、まずね、今日も濃いめ固め多めお願いしたんですが、ライスがこちらは、平日のランチタイムはもう口頭でライスくださいと言うとライスが無料でいただけそうです。しかもそれ以外の時間、例えば夜とかあと週末ですね、なんかは食券を1枚ライスの食券を買うとこれおかわり自由です。だからすごい本当にありがたいサービスだと思います。そして味なんですけど、ここはねスープが着丼した時に色だけ見ると結構濃厚かなと思うんですけど、わりかし豚骨の押し出しは控えめです。なのでもう相当あっさりと感じるかもしれない。普段濃厚な胃液を食べている人からするとあっさりと感じるスープなんですけども、これとね自分がわりかし好きな観音製麺さんのちょっとね固めというかギュッとねあの中身が詰まったような麺なので、食べながらこれ後半少し味変どうしようかななんて思いながら食べてて、卓上に紅生姜があるんですよ。これ本当卓上にね、まあ、ニンニクとか、生姜とかの定番の他にもう一品あるものってね、本当土地土地のキャラクターが出るんですけど、この紅生姜美味しいですね。自分の好みからすると結構豚骨が控えめなスープなんですけども、これにね紅生姜が入ることで濃厚にするばっかりが味変じゃなくて、このあっさりを際立たせる味変もいいなと。さらにこう普段の、まあ、刻み生姜ね、紅生姜じゃなくてとかとまた違って、紅生姜だけが持ってるあの風味がねこのスープとはよく合いますね。なので強に言っては強に従いじゃないですけど、また新たなこう豚骨スープと家系のね豚骨スープとちょっと味変の面白さを発見した一杯でした。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。